皆大久氏から1964年10月24日は、韓国の独立運動家、牧師、政治家、愛韓帝国の法官、韓国の第三代副統領、第二代新経営委員長である。号は、松井は全羅道勤、堤軍に生まれ、七味名、る沢は、通政大部を務めた。青年期に賢治を志した。 リベラリストとして辛抱が厚く、ソウル裁判所の検事をしていた際に、独立協会事件を担当し、被告である、偽証罪の無罪を主張した。韓国併合後は、キリスト教を信奉し、宣令を受けた。3.1独立運動の際、民族代表33人の中の一人として、活躍したが逮捕され、3年間の間獄中にいた。 出国後に平壌神学校を卒業し、長老派教会の牧師となって聖職者として歩み、解放後は政界、教育界を活躍の場とした。キリスト教精神が常に心の奥にあったと言われている。その後、第二大神経営委員長、1951年、韓国神大学校の学長に就任し、1952年には第三大副統領に就任した。 1962年に大韓民国の建国者功労者賞を受賞した。1964年に死去し、葬儀は国民葬が行われた。息子の皆平春は、1983年に大統領秘書室長として、全都館大統領の外遊に同行した際、乱軍事件に巻き込まれて死亡している。ありがとうございます。